キャプテンフューチャーは、主として、エドモンド・ハミルトンにより書かれた、スペース・オペラのシリーズであり、その主人公であるカーティス・ニュートンの別名である。また本シリーズが、主に掲載された雑誌の名称でもある。長編20作中3作は、ハミルトン以外の作家が担当している。キャプテンフューチャー氏が廃刊となった後に発表された、シリーズ末期の長編及び、 本編終了後に書かれた番外編的な短編はスタートリングストーリーズに掲載された。物語ではキャプテンフューチャーとフューチャーメンと呼ばれる3人の仲間たちが相機である宇宙船コメット号を買って繰り広げる悪との戦いと冒険が描かれる。物語の舞台は執筆された1940年代という時代を反映して太陽系内がそのほとんどを占め、 各惑星で固有の人類が存在しており、また太陽系のほとんどの惑星、衛星に地球人の植民地が設けられ、各惑星人が混在して生活しているという設定になっている。ちなみに SF ガジェットとしての原子力は登場するが、現実の各分裂反応ではない。年代設定は恐怖の宇宙帝王事件が起きたのが2015年となっていた。 キャプテンフューチャーとフューチャーメンの専用宇宙船。フューチャーメンが独自に設計、制作した。船体は類的型で、隙間に特殊な絶縁体を充填した3枚合わせのイナートローンでできている。球機の高性能サイクロトロンによる推進機によって太陽系最速を誇る。通常のエンジン音は丸の子を回転させているような特徴的な音で、 他の、いかなる宇宙船とも異なるため、すぐに聞き分けることができる。高効率の噴射機構を備え、水中航行も可能。後に振動ドライブを設置したことにより、超高速航行が可能となり、銀河間航行も行い得る、高性能を誇る。また、ジノロストワールド事件においては、工事推進機を搭載して、タイムトラベルをも行っている。 固定武装として2問のプロトン砲を装備。それ以外の特徴的な装備として、船外に家電粒子をまとって水性に偽装する水性カモフラージュ装置、太陽に近接航行可能な5個を装置、重力を検知するグラビトメーター、小惑星を検知するミテオロメーターなどを装備。また船内には非常にコンパクトながら充実した研究設備、各種資料、 医療設備などを備え、科学者としてのキャプテンフューチャーの活動を支えている。太陽系全域の法と治安を守る組織。トップは、ハークアンダース長官。第1から第4課までの4つの部門から形成される。1966年から1967年に、かけて、太陽系7つの秘宝、謎の宇宙船を奪う団、字のロストワールドの3冊が、 早川 SF シリーズより観光。1970年より、長編作品が、早川文庫 SF より、各一冊で観光。カバーアイラストよび挿絵は、水野良太郎。1995年に、透明惑星危機一発。挑戦。嵐の海底都市、暗黒星大接近、太陽系七つの秘宝、謎の宇宙船合脱団の五冊が、 早川文庫 SF より復刊。カバーイラストは、水野良太郎が新規に描き起こしたもので、飴込み風味であった。2004年より、原著刊行順に沿って、時系列順に、長編2編ごとに、文庫一冊に収められ、さらにシリーズ短編とキャプテンフューチャー史掲載の、小編を一冊にまとめて、最終巻きとした、キャプテンフューチャー全集全11巻が、 草原 SF 文庫より刊行された。また、2008年6月、野田雅宏のオリジナル作品、風前のわかり。冥王星ドムと氏が、別館として刊行され、キャプテンフューチャーシリーズは完結した。カバンアイラスト及び挿絵は、鶴田賢治。NHK により、未来少年コナンに続く連続アニメ第2弾として、アニメ化され。 1978年11月7日から1979年12月18日まで52回に渡り放映された。表記はキャプテンフューチャー。制作は投映動画。ちなみに投映動画、投映アニメーションが制作したテレビアニメにおいて最初の NHK 制作番組で同時に親会社の投映本体が 制作事業者に名を連ねていない作品でもある。その当時は NHK 制作の番組に映画会社自体が直接関わることが制限されていたためである。これに伴い当時の東映動画が制作したテレビアニメにおいて通常は東映本体のクレジットを単独で出していたが東映本体が制作事業者に名を連ねていないテレビ番組であるので 東映動画のクレジットに変更される措置を取られている。原作の1作品分を30分4回で描く、形式で、全52話で13作品、さらにスペシャル版1話を入れると14作品が、アニメ化された。デザインや演出に、当時、一大ブームが起きていた、2001年宇宙の旅や、スター・ウォーズ、宇宙戦艦ヤマトなどの影響が見られた。当時、 同じエドモンド・ハミルトンの小説、スター・ウルフを原作とした同タイトルの実写特撮番組も放送されていた。脚本の辻松崎によると NHK から現代の科学に合うように脚色するよう求められたという。キャラクターデザインの野田拓夫によると、カーティス・ニュートンのデザインは映画俳優、ロバート・レッドフォードをモデルにしているという。初期のエピソードでは、キャラクターが優等生的。 科学交渉を重視、など、スペースオペラである原作から乖離した面があった。その反省から、途中から、キャラクターの人間味のあふれる描写を強める、ドラマ性や、娯楽性を高める、などの路線変更が行われた。詳細は、登場人物を参照。漫画放映時に、以下の漫画家によりアニメ版のコミカライズがなされた。単行本放映時に、 原作とは別にアニメ版の単行本が出た。文章は高学年向きであった。雑誌アニメ放送に伴い、ポピーから、ポピニカフューチャーコメット、ポピニカコスモライナー、超合金、グラッグ、プラデラフューチャーコメット、プラスチック製のプロトン銃などの玩具が発売された。なお、日本以外のみの展開として、銅、腕、足に UFO ロボグレンダイザーの型を流用した。 超合金、キャプテンフューチャーとポピニカサイモンライトが発売された。2018年には HL プロブランドよりアニメ版のコメット号のモデルが発売された。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、台湾、香港、韓国、中東などの欧米、アジア地区やチリなどの南米において放送された。なおタイトルは国により異なり、 アメリカ版は、ザ・ードベンチャーズ・オブ・キャプテン・フューチャー。英語、ドイツ語版は、キャプテン・フューチャー。フランス語版は、コピー・テン・フラム。イタリア語、スペイン語版は、カピタン・フトゥーロ。台湾版は、ふとゾラ突撃隊。韓国語版は、または、アラビア語版は、である。キャプテン・フューチャー2016年9月14日から11月9日にかけて、ブルーレイボックスが、 全2巻で発売された。アニメ第2話では、グラッグとオットを製造する回想シーンで、すでに宙に浮かんでおり、ロジャーによって、最初から飛行できるよう設計されていた模様。なお、水野良太郎のイラストでは、ヒゲがない。A.B. ジョゼフ・サマクスン作、M.W. エルマン作、野田正宏作のパスティーシュ作品。A.B.C.D.E.F.G.H。 キャプテンフューチャー初パッケージ化 NHK 放送のスペースオペラの BD ボックス発売アニメアニメ2021年7月13日閲覧この事例も初めてであり東映本体自体は制作協力として関与している程度に止まっているなおそれまで東映動画が制作したテレビアニメはすべて東映本体も制作に直接関与していた 次々番組の名剣リーや後年に制作した不思議の海のナディアなどでは東映と同業他社の投票が参加している NHK アニメではあるもののこのような措置のため企画協力やビデオグラム版の販売程度に止まり主要制作事業者には名を連ねていなかった近年の作品であるおしり探偵も 東映アニメーションが制作した NHK アニメであるが、東映本体は劇場版シリーズのみの制作事業者に名を連ねていた。NHK 本体に変わる形であり、NHK の系列事業者では NHK エンタープライズのみがテレビシリーズと劇場版両作の制作に関与していた。NHK 制作のテレビドラマは長年完全自局制作が主体だったが、 2019年現在は関連会社の NHK エンタープライズが主導しての制作や NHK と外部プロダクションの共同制作番組 CAL と共同制作の大岡越前などがあり同作の TBS 版とはフォーマットと BGM が同一も見られる東映動画が東映アニメーションに社名変更してから2年後の2000年頃から 制作協力、東映制作著作、東映アニメーションに、クレジットが変更されている。極初期の東映動画制作テレビ番組も、東映動画のクレジットを使用していたが、東映が、大株主の民放のネットテレビで放送した作品のため、東映本体が制作に関わっている作品である。赤星星章、タルカス、早川祐、山本元木、原口正弘。 第2章これぞ王道。知りつつはまる、お約束の数々23、キャプテンフューチャーで味わう、宇宙50億年の大時間旅行、懐かしの TV アニメベストエピソード99、東映動画編二見処方、1995年10月25日、ISBN4 から576951580、76ページ。クレジット表記なし AB 早川優。 アニメの音を求めて第2回音源復刻への長い道程。ウェブアニメスタイル。2017年9月30日閲覧。原作、謎の宇宙船合奪団に元となった歌が登場する。オリジナルサウンドトラック、TV アニメ、遊びに行くよ。菊谷智樹。ランティスウェブサイト。2021年7月13日、閲覧。名作 SF アニメ。 キャプテンフューチャーの宇宙船コメット号が HL プロのメタルテックシリーズに登場。電撃ホビーウェブ。2021年7月13日閲覧。ありがとうございます。